どうも、カズです。さて今回は、プリズンブレイクを現実でやっちゃった衝撃の脱獄事件3選について語らせていただこうと思います。先日ね、僕が年に1回ね、見るほど大好きなアメリカの脱獄サスペンスドラマ、プリズンブレイクというね、作品がありましてですね、この作品ね、日本では、2006年に DVD がレンタルされたり、販売されたりしたので、最低でも16回は見てますね、僕は。年に1回ですから、マジで。なんか見たくなるんですよね。本当にね、何度見ても飽きないですし、なんか、いろんな発見があるんですよね。今回はですね、そんな脱獄ドラマにちなんでですね、現実で起きた、映画さながらのね、衝撃の脱獄事件というのがね、結構世界中にありましてですね、今からご紹介させていただこうと思います。はい、これで VTR スタート。1、ヘリコプターで脱獄した男。はい、これはですね、2007年7月15日にパスカル・ペイエというね、脱獄王と言われてる男がいましてですね、彼はですね、強盗殺人と過去の脱獄から無期懲役となっていたんですけども、3度目のね、脱獄も成功しちゃったんですね。で、その脱獄してる方法っていうのがなんとですね、ヘリコプターによる脱獄だったんですね。どういう風にやったかというとですね、彼の仲間が近くの空港でハイジャックしたヘリを使って、刑務所の屋上から脱出したというものなんですね。しかも、わずか5分の早業で。はい、ところがですね、2ヶ月後にスペインで捕まり、今もう彼は服役中だそう。これ本当にね、映画みたいな話なんですよね。ちなみに、プリズンブレイクシーズン3でも、なんかヘリを使って脱獄しようとした男がいたというエピソードがあったんですね。アメリカの秘密組織の仲間がパナマの刑務所に捕らえられて、そのアメリカ軍がね、の仲間がヘリからね、脱獄させようとして、そのパナマ軍 VS 米軍みたいな銃撃戦と爆発が起きたりとかいうシーンがあったりとかして、面白い回がありましたね。例えば大胆不敵ですね、ヘリで脱獄するって。本当に映画みたいな話が現実にもあるんですね、これ。2、刑務所に着いた瞬間脱獄した男。はい、これはですね、フランス出身のジュリアン・ショタードという男がいるんですけども、この男がね、放火魔で有罪判決を受けて7年間刑務所に投獄されることが決まったんですよね。で、その収監されるイギリスにあるペイトンビル刑務所に護送車が到着した瞬間、なんと彼はですね、護送車の後ろに隠れて、その後ね、車の底にへばりついて、護送車動いてしまって、刑務所を後にしてしまったんですね。そう、つまり、自分の官房を見ることなく脱獄に成功してしまったんですね、この男は。で、その刑務所の職員たちはですね、どうやって奴は逃げたのか全然わかんなかったんですけども、監視カメラの映像をチェックしたところ、ようやくね、護送車の下に妙な影が映ってるのを発見して、わかったんですよね。ところが、ジュリアンですね、自らね、警察に行き、4日後にはね、刑務所に戻ることになったそうです。はい。これはすごい。なんか映画でありそうですけど。うん。本当に映画みたいな話が現実にもあるんですね、これ。3、脱獄不可能な刑務所を3人の男が脱獄。これはですね、かつてね、アメリカサンフランシスコ湾に浮かぶアルカトラズ島に、アルカトラズ連邦刑務所というものが存在しました。はい。現在ではね、刑務所としては閉鎖されて、一般の人でも入れる観光名所としてね、今はなってますけども、その、刑務所として機能されていた1962年ですね、この難攻不落で脱獄不可能と言われていた刑務所を、3人のね、囚人が脱獄した事件が起きました。その3人は、モリス、クラレンス、アングリンという男たちで、で、彼らはどう脱獄したのかというとですね、通気口にたどり着くために、各々のね、独房のコンクリートの壁を6ヶ月にわたり削っていったんですね。で、ここで彼らが使った道具っていうのが、その爪切りだとかね、換気装置の小さな部品や、いくつかのスプーンで、夜な夜なね、脱獄に向けた準備を行っていることを隠すために、3人はですね、古新聞で作ったペースト状のもので穴をね、塞いでいたそうなんですね。そして、刑務所の通気口を通り抜けることに成功した3人はですね、金網とか、古いね、レインコートで作った手作りのイカダに乗って島をね、脱出しました。ところがその3人はですね、悲劇に終わり、溺れ死んだとされているそうですね。はい。すごいですね。3人も脱獄しちゃうっていうのは。はい、以上になります。ね、この動画をご覧くださった善人の皆様は、決して刑務所に入るようなことはしないでくださいね。たとえね、僕のようにプリズンブレイクが好きな人でも、ですよ。脱獄なんか無理ですから、映画みたいに。はい。それではご視聴ありがとうございました。